な聞け、今日はいよいよこの車にナビを取り付ける、はい、ナビを導入する。いやー、なんかがっかりですわ。なんで今までナビなしで頑張ってたのにね。いやナビなしじゃないよ、一応これ天秤の地図見ながらね。いや違う、スマホで見てたぞ。今まで、はい、スマホのナビで俺は十分だと思ってたんだけども、はい、そのこの YouTube ね、はい、で操作するようになって、はい、ナビで移動しながら、うん、中撮りたい時とか、はいはいはい、そうでスマホで撮ったりしたので、はい、でやっぱりナビが必要かなと、そろそろ。そで、タイミングよく、はい、企業案件でね、いただきましたので。本当にタイミングいいですね。よかったね。なんか、捜査官の方がなんかせっついてるような。しないしない、そんなことは一切ない。そういうことは一切ない。これ、アンドロイドナビ。アンドロイドナビ、うん、今流行りの。ごめんなさい、わかんないですね。流行ってるんですか。流行ってる。へぇ。一部では。あ、一部では。うん、それ流行ってないんじゃ。で、メーカーさんが、この、アトトさん。アトト。はい。はい。おそらく、再生回数の3割は、とうとう検索して間違えてきちゃった人が、あ、ウォシュレットのね、ウォシュレットの動画を見ようと思ったら、はいはいはい、ここにたどり着いたという人もいるだろう。とうとうさんってその表記でよかったのかな。エートと。じゃあ、アトトなの。アトトなんですか。はい、エートとでもアトトでも、とうとうは変わんないから。あ、そうです、そう。なるほど。AT オト。AT オト。あ、それもありますね。の方がかっこいいかも。ATOTO で ATOTO ATTO かっこ悪いな、かっこ悪いやめましょう。あ、とうとう。あ、いや結果とうとうじゃないですか。カーオーディオナビゲーション、はいはい、結構でかいですね、箱はね。でもこれすごいよ。ちょっと開封していきますか、ね、開けていきますか。はい、せっかくで開きましょう。すごいな、これが送られてくるんだな。はい、うん、これね、まあこれ多分おそらく小物とか入ってて、はい、で説明書ね、はい、先にじゃあ本体を出しましょう。はい、あ、本当にちゃんとしたナビなんだ。しっかりしてる、ほら、あ、もうそれで切ったよ、ほら見て、隙間ゼロ。隙間ゼロ、そうですよ、隙間があったら壊れちゃうからね。来ましたと、はい、ね、はい、これがね、これ門がいて、ここ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 開いたぞ、みんな突っ込め、おい何やってんだ、門番早く開けろ、おし、開いたぞ、よし突っ込め、うわでもこうしかない。ほら、なんとすげえかっこいいじゃん。10インチ。え、マジですか。10インチです。捜査官、これつけるんですか。これをつけます。これをつけちゃうんですか。これを。何、どういうこと。あ、ごめんなさい、今反射して、今僕の言う、あ、映ってんのよ。俺の分かんないことやるな。スマホと比較してみましょう。はい、こんなにでかい。すごい、これつけるの、うん、だから普通の、うん、まあ一般的っていうか、まあ今は大きいの流行ってるけど、はい、これが、あ、それ中に埋め込むんだ、それは7インチっていうか、2D の大きさなので、あ、普通はこの大きさなわけで、今流行りなのがこう、8とか9とかちょっと大きくなって、はい、ジムに出れば、パネル の縁を変えれば、うん、ギリギリ大きくなりますよと。へ、ただこの10インチは 100% はみ出るぞ。はみ、いいんですか。でも大きい方が見やすいですから、ね、もちろん。いや、めちゃくちゃいいじゃないですか、これ。そうで、これは Android ナビなので、はい、タブレットがここにつくようなもの。なので、テザリングとか、はい、Bluetooth で、はい、携帯接続して、はい、YouTube 見たり、はい、その Google マップ、Google ナビを出せたりとか。はいはい、これ Wi-Fi はどうなるんですか。 Wi-Fi は、うん、テザリングでっていうことですか。そう、一応 Wi-Fi アンテナあるけ ど意味わかんない。俺 Wi-Fi とかも詳しくないからないよ。あれ、ちなみに Bluetooth Wi-Fi って言ったけど、はい、一切俺常にオフだから。あ、そうなんですか、うん、いや、どこで電波拾うのかなと思って。これ自体に電波拾いです。わかんないけど、なんか、じゃあ小物見ていきましょう。まず本体。いや、流されたよ。いやいや、だってそれは、はい、相手かもしれないじゃない。あ、そうか。ここであれこれね、そうですね、2時間も3時間も議論して、はいはいはい、1ページ目書いてたらどうすんだよ。わかりました。ということで、まず小物。はい、はい、これが GPS。 ほい、はい、GPS。 これ USB、 はい、はいはいのアンテナみたい。あー、なるほどね。そうそうそう、どこかしら拾えるのかな。じゃあナビね、うん、初めて実は自分でつけるので、はい、さすがに、はい、ナビってちょっと敷居が高そうだったので、はい、多少の下調べはしてきた。あ、そうなんですね。そうそうそう、なので、はい、これが Wi-Fi と分かったと。あ、そんなんで、分かんないでしょ、普通。分かんないですね。それ Wi-Fi なんですね。で、マイク。
はい、マイク。あ、まあ、こんにちは。音声認識。そうそうそう。運転しながら。とか電話とか。あー。電話もできると。で、ラジオも聞けるみたいなんで。へー。で、これビス関係、ステー関係、そして、配線。厄介だなぁ、これ。思うでしょ？うん。本当はね、全部こうなってたの。これ。はい。こういう感じ。はいはいはい。そうそう。未配線。なんていうの？未処理だったんだけど。はい。さすがにね、俺、今からやるってなる大変なので。はい。20本分。はい。約20本分。はい。まあ、ちょっとあらかじめ、昨日の夜、はい。煮干しを作ってました。これ準備した。これ全部こうやってのを、ね、全部作ってきてくれたんだ。じゃあもうすぐつけれる感じ。で、これを、だから、今度は別に、はい。エーモンさんで出てる、この、取り付けキット。チャーシュー別にあるので。はい。でそしたら今度こういうのがあるので。へぇー。あ、これは別で買う感じ。そうそう、別に買って。そうなんですね。で、ここのつくのはもう車から出てるので。はい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 。で、これと、要はこことここをつなげて、はい、これ車につけて、うんうんうん、こっちナビつければもうそれで一応完成。へぇー。とのこと。とのこと。うん、調べによると、国家安全運転保障局調べによると、はい、それで済むと。はい。あとこれがね、いっぱいあるから、まあ読みませんよね。はい。絵だけ。絵だけか、ね、それ読んでるっていうの、見るって言うんですよ。そう。見たの。まあまあこういう感じで。読んでないよね、絶対。うん、見てる、ね。いや、絶対英語読めないし。で、これ、うん、ちゃんと日本語のマニュアル。はい、あ、マニュアル。目次もすごい。ああ、すごい。ちゃんとついてます。楽しみですね、これは。うん、つけてみるのが。で、角度も。はい。見てのとおり、調整できて。ああ、はいはい、はい。角度、高さ調整できて。はい。まぁ、AUX。USB メモリーが外しちゃうから、邪魔だから。うん、裏は、ね、こんな感じ。わ、懐かしい。こんな端子なんですね。ね。。なんか一本ついてたの、そういえば。これって昔のあの端子ですね。で、これ一応これもついてた。付属品、忘れてた。フロントカメライン。わかんない。カメラでしょ。カメラでしょ。まあだから大丈夫、こんな二人でこれ今から取り付けする言うて、まあ、なんとかなるでしょ。つけれるのかな、これ。つくはつくと思う。本当ですか。うん、映るかどうかわかんないけど。いや、映らなきゃもう失敗ですよ。どっかしら配線がおかしいんでしょ。で、これがあるってことは、うん、カメラさえ用意すれば、はい、これドラレコとか、うん、まあリアカメラ、はい、配線リアカメラもあったので、うん、それさえつけば、はい、これここにも映せると。バックカメラにも対応してるので。はいはいはい。そう、あと SD カードもね、ここから入らず。なんか書いてましたよ。ここじゃないですか。あ、そうそう、ここに SD カード入ってます。マイクロ SD かな、これは。はい。IT に疎い2人がつけるっていうところで、だいぶまあ、2、3時間の誤差は。あれ小西さん、IT 強くない強くない。いや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 、強い、まあ強いかな。昔、だいぶ昔ですけど。チェンジ。あ、チェンジ、誰にチェンジするの。いや、最悪も林オートサービスあるんで。ちょっと自分たちでできるとこまでやりましょう。ね、でも林さんも最近までガラケーだったからな。そうなの。ダメじゃん、みんな。何気にマゾちゃんが強いかもしれない、実は。あ、そうそうそう。機械系は。マゾがね、強いんですよ、あいつ。で、ね、じゃあ、こう、配線は後でやるとして、はい、先に、その、まあ、基本的に俺の動画なんて、その参考する動画じゃないんだけど、はい、つける場所、はい、まあ、分かると思うけど、皆さん。ここね。いや、それは分かりますよ。絶対そこでしょ。あれ、そこなんか取れた、取れた。そうそう、これだから俺外してるもん、前もって。はいはいはい。そことマイナスで、うん、パッと閉じれば外れるの。あ、そうなんだ。そしたらここにネジが2本あるの。ネジを、取れば、はい、外れるので。おー、そしたら、今度ここに、はい、ここに、何なんだこれ。この配線がついてたので。あ、そうなんすね。そうそう。中どんな感じになってるんですか。中も空洞で。本当だ。なんかね、寂しいっすね。なんで寂しい。いいでしょうよ。ハイテクなんだから。いや、なんかその、じゃあちょっとナビで調べるわ、言うて、こうやって、普通にパッパッパって押すとボケがなくなりますよ。そう、やったことないよ。やったことないよ。いや、ナビついてないですから、いうボケ、なくなります。やったことないでしょ。じゃあこれをね、はい、来ました。どのぐらいの大きさになるのか。まあ、仮だから。こんな、このぐらい来る。あ、でもかっこいいな。大きさ的に。いや、なんかもう期待値が膨らむばかりですね。うん、じゃあ、こんな感じで、はい、配線しましょう。はい。はい。はい。まあまあ、日が暮れてまいりましたが。そう。この配線ね、通すのにちょっと、
こう色を合わせなきゃだったんです。で、つなげたと。つなげましたね。はい。はい、GPS、はい、マイク、はい、はいはい、まあ、どっかあるんだけど。はい。お、ここ通して。はい。で、マイクは、はい、人によっては、この、こっち、ダッシュボードじゃなくて、メーターパネル。はいはい。外して、出してこの辺にマイクつけると。あ、メーターパネルの中にあるっていうことですか、うん、これ、これ外して。中に外して、この下からマイクを通す。そう。あ、そうなんだけど、それちょっとめんどくさいので、はい。これは、遠回しで、はい、楽な方で。なるほど、わかりました。で、これを、本体につけると。はい。つけるぞ。はい。はい。まずは、はいはい。あ、音上がるので。はい。じゃあ、ちょっと行っちゃいます。これつける。はい。映ってる。映ってますよ。猫も映ってる。あ、猫映す？ちょっと可愛いから。そんな猫好きでしたっけ？可愛いですよ。猫が好きじゃない。この子が好きよ。あ、そうなの。GPS。はい。カチッと。はい。それなんですか？ここ刺さりましょう。これは？これ Wi-Fi。Wi-Fi。はい。で、これが GPS。GPS。はい。これマイク。マイク。はい。マイク。マイクはここだ。刺さったと。はい。今度車からこのアンテナ。はい。これも刺すと。はい。アンテナ刺します。アンテナも。アンテナ刺すかな。まあこの辺はね、もっと詳しい人の動画見てください。俺はただ単に、はい、ちゃんと自分でやりましたよっていうね、証明でしかないので。そうなの？そう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 。あ、なるほど。うん、ちょっとやっぱ省略の文化というかね。民から見ればね。漫才と一緒ですからね。今度車から出てこいつと、はい、こっちのドッキングさせれば、このドッキングが一番ちょっとロマンですよね。そうね、かっこいいですよね、うん、やっぱガンダム世代だったらね。これなんだこれ、え、あれ一応刺しとくか、使わないで。一応刺しとく、一応ですか。カメラは刺さるんだ。それ何の端子ですか。カメラ。あ、後ろの。これ前カメラ。あ、前カメラ。前カメラ使うときにつけるやつ。あ、マイカメラ使います、うん、使わない。使わないぞ。諦めました。簡単だったね、ここまで、うん。無言だな。いや、簡単だったのかと今ちょっと考えてます。簡単だよ。いや、どうだったのかなっていう。本日捜査官、思い出してくれ、はい。やることは簡単。やることは簡単です。ただ、そこに時間をかかっただけで。はい。ドッキングさせるぞ。はい、じゃあ行きましょう。はい、まずは、そちらを。はい。はい、え、はい。これで終了と。入れました。お、カチンと言いました。これ終了。あとは、え、あともうはめ込むだけですか。そう。あ、そうなんだ。これそーっとね。はい。もう中に全部入れて。そうそうそう。配線。ぶっ込んで。あ、ぶっ込む。そうそうそう。ぶっ込みの文化で、ね。ドッキング GO ですね、これで。これで、うん、どういうこと。お、カチって、なんかいい音しましたね。お、ほんで、お、ちょっと待って。はい。お、綺麗に入ってますね。あ、いい感じです、操作感。え、これで電源も入る？ちょっと、それは、そうだね。試せないと。危ない。止める前に試すぞ。キーがないです。そうそう。だから皆さんは、はい、電源入れる前に、鍵を探してください。はい。もう刺さってるよ、多分。鍵入れてください。今、頭、頭皮映す。いいよ。はい、いや、なんでワイパーが動くんだよ。なんでワイパーが動くんだよ。あ、うわ、綺麗。めっちゃ綺麗じゃないですか。うん、いや、めちゃくちゃ見やすい。これまだついてる。え、それ剥がすの？もちろん。余韻をこの楽しまないの？これはね、タッチパネルなので。はい。いや、いけるでしょ、上から。本当？はい。座ってみてください。ほら。いけたぞ。いけますよ。わぁ、めっちゃ綺麗ですね。電話。あ、電話もこっからかけれるんだ。うん、うわ、すごいすごい。ちょっと100飛ばしていいか。いやいや、ダメダメダメ。好きですね、そういうの。だから音楽は Bluetooth です。で、テザリングは、スマホからテザリングして。あと、この、ほら、AUX も繋がるので。AUX。あ、線でね。うん。繋げてもできるし。はい。めちゃくちゃでも見やすいです。これがナビ。これ、大きさどのぐらいですか？ 10インチ。10インチ。10インチ、いいっすね。うん、10インチで。結構やっぱ存在感を放ってますね。ネットフリックス見れるよ。ネフリは、でも、うん、そうですね、テザリングで見る感じですから、うん、パケット代かかってきます。スマホと一緒だ。もう地図だけではないですね、もはや、うん。うん。ちょっとしたパソコンですね。タブレットというか。うん。例えばこの中に音楽を入れておいて、はいはいはい、で、再生すれば、もしかしたら聴けるかもしれない。なるほどね。はい。画像ほら。だからパケット使う必要ないです。画像映ってる。
綺麗。ほんと綺麗。それ多分壁紙っすかね。なんか、もともと入ってるギャラリー。そうですよ。オーディオ。そこに多分入れていくんだと思います。この中に。多分、SD カードが多分入ってたと思うので、その中に音楽はこの中に入れて。で、音量とかはこれ物理ボタンで。いいですね。はい。この、画面が反射して、捜査官の顔が映ってるところもまたかっこいいですね。いらないでしょ、それ。だから、中押しで電源。おぉ。ね。おぉ。ちょっと剥がしましょう、やっぱり。一応ね、綺麗に。ちょっと剥がしておきます。綺麗な見たいから。いいみたいな。なんか出てきた。ありのままの姿を見たいから。歯がたけしねえな。ありのままの国みたいだ。ワイパー、なんで来るのよ、ワイパー。ワイパー、ワイパー。うわ、綺麗。うわぁ。なんだこれ。あ、ラジオ。多分でも、どの道、これネットに繋いでないので、かかんないですよ。そういうことか。多分ですよ。ごめんなさい。考えてみると。ナックファイブ、入ったぞ。小林アナ聞くぞ、小林アナ。いやいや、なんで大宮にある曲を、あなた、埼玉の大宮にある曲を選ぶんですか？FM 東京とか。小林アナさんは夜ですよ。見た目もいいからってことで、アンプを買ってきて。いいね、もう十分でしょ、ラジオで。もう音楽、でも。わかった、これは、これだけのをつけて、ラジオだけに使うぞ。贅沢な使い方するぞ。いやいや、ラジオだけ、まあラジオが一番いいんですけどね。基本的に。まあでも音楽は、SD カードに入れれば音楽も流れるという。音楽そうね。感じになると思う。あと、まあ YouTube 見れるみたいなんで、はい、YouTube で音楽聴くっていう。なので、ぜひ、捜査官大好きな CCB 聴いていただいて。CCB で。いや、止めちゃうよ、そんなもの。あ、ロマンティックも止めちゃう。止めちゃうんだ。ただこれ、音楽前からしか出てないですよ。違います。なぜか。前しかスピーカーないぞ。そうなんすか。後ろないの？小西捜査官、今、ジムニーファンを敵に回したぞ。嘘、ごめんなさい。なんか、ヒルチャンネルかなが、ピエンピエンくなって。ピエンじゃん。絵文字とか入れてください、Google マップで。線を変えてみたんだけど。捜査官ぐらいですよ、そんなん入れるの。バリ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 。無線が消したぞ。すぐ諦めたぞ。かっこいいよね。エイトとですか？アトと。あ、トート。あ、トート。あれ、なんか忘れてたな。いいんですかそれ、そのままで。よくないね。捜査官、それ何の回線これ。外部記憶装置、USB と電話リンクとか言ってるね。あ、USB が刺せるんだ。うん。ああ。まあ、横にも刺さるけど。SD カードあ、横も USB も刺さる。1個だけね。端子が付けれるんだ、じゃあ。そういうこと。外部記憶装置って書いてるな。ああ。外部から。うん、だから、USB メモリーとかがさせるとか、そういうのは。まあ、俺には必要ないってことで。うん。まあ、後々ね、必要ならつけていただいて。そうね。はい。オーディオ設定で。うわ、すごいな。いろいろこのオーディオ設定もできるんですね。Bluetooth はつなげた。あ、これですか。はい、なんか音楽流せますか？そっちに入ってる音楽。あ、何も入ってない。あ、何も入ってない。あ、入ってるかも。どうぞ。捜査官、いつ聴いてんですか、こんな音楽。晩餐会を楽しんでるような音楽といいますか。飲みたくなるね。いや、ならないですね。この音楽が流れたと。はい。テザリングで、これ Wi-Fi 繋いでみて。やってみる。はい、やってみたり。これまた説明書見ないと。いや、ちょっといいですか。じゃあ私がちょっと触りながら。テザリングしてもらってます。アンドロイドっていう。え？テザリング。あ、それ教えてください。はい。で、パスワードが、なんか書いてないですか？あ、出てきた。それ入れてください。え、ちょっと、パスワード見つられたらまずいでしょ？映らないでくださいよ。ゼロ。古典の人ですね。昭和の芸人さんですね。お後はよろしいよ。え、これは、んと？全部データがいっちゃうとかじゃない？大丈夫です。はい。これで、保存済みになったんで、スカイツリー別に。ほら。わあ、すごいっすね。今 Wi-Fi 繋げて。
はい。で、経路。あ、これはもうスマホと同じだから使いやすい。いや、うん、めちゃくちゃ綺麗ですね。移動したりとか。ほら、スカイツリー。ただやっぱりあれですね。捜査官の、これその指先の、うん、この操り方がちょっとまだ慣れてないっていう。うん。そうかな。いいですね。ほら、スカイツリー。はい。この辺がスカイツリー。いや、やめなさい、やめなさい。航空写真みたいな。うわ、いいですね。スカイツリー、ほら。スカイツリー見に行くぞ。ほら、ポジション変えれるので、角度と。はい、俺は目いっぱい下げて。はい、で、このちょうどいい場所になったので。はい、まあ、あとはかっこいいよね、次ね。これ、クラマス。ネットも一応、テザリングで繋がるっていう形ですから。で、今 YouTube。あ、トムとジェリー。私はよくモノマネしてるやつですね。じゃあ、アフレコで。ただこれ大丈夫かな映して。問題ないかな。いや、どうなんだろう。あんまり良くないかもしれない。はい。それこそ、マイルドスピード見ましょうよ。マイルドスピード見ますか。はい。出てこないですか。あ、このボーリング乗車の秘密、練習よく見ましょうか。いや、なんで？おかえりなさいませ。ユッピーです。今日も練習していきます。一番 V 回ってるんですけど、完全にこれあなた、あなたの趣味で見てるだけで。いやいや、マイルドスピード見てくださいよ。転がされてるぞ俺も。重心を修理。知らんがな、知らんがな。わあ、ちゃんと見れます。マイルドスピード、わあ、かっこいいよ。うわ、全画面で綺麗っすね。綺麗。後ろから車来てます。支え勝てないですね。ちょっと声が、あ、私の声ですね。らしそう。軽く会釈しましたよね今ね。はい、意外に優しい。ブライブ小西捜査官、ありがとうございます。本日はよろしくお願いします。本日は、ブライブ小西カメラマンが、撮影しております。スタートリーマチョーズ。はい、安いかね。いいタイミングで入ってきましたよ今。いや、懐かしいね。体とかぶってました。懐かしいって言っても1年も経ってないぞ。はい、よろしくお願いします。露骨に嫌がってる。ジムニー女子が。こんにちは、小夏です。小夏さんね。本日ジムに納車ということで、納車のレビューをしたいと思います。もうやっぱり車に乗りながらもマイルドスピードも楽しめるっていう。車もいろいろ楽しめるね。はい、いいじゃないですか、うん、ね。もうぜひマイルドスピードファンにはたまらない。はい、ネギポンナインさんね。エイトとのエイトとのね、いろんな人のね。アトトか、アトト、アトト、アトト、はい、アトトさんのこの、はい、これジムオーバー、ぜひジムオーバー出てる。ジムオーバー出てそう。並んできます。はい、カーナビぜひ。ジムオーバーさん、そんなにおばさんじゃないぞ。ジムオーバー、ジムニーオーバーさん。皆さんこんにちは。四駆女子オフ会イベント第3弾、音もクリアに入りますね。ジムニー女子集団を、すいません、あの、はい、捜査官、これただただあの YouTube ザッピングしてるだけの動画になっちゃいますけど大丈夫なのこれ。せっかくだから、あの、いい月桂樹のないか、月桂樹教一の、いや月桂樹教一とかもうやめてくださいよ。このグリルたまに見ますよね。これもういいでしょ。探すぞ月桂樹。これもう家でやってください、こういうの。あ、本当ですか。あの、この前、まあ、俺このジムニー YouTube 見るの好きで、はい、結構見てたら、はい、ジムニー女子の方が、はい、あの、納車、ジムニー納車しました、ジムニー女子デビュー、サムネドーンと乗ったけど、はい、写真が公園でこうやってやってるやつっていうね。ジムニー、ジムニー一切乗ってないっていうね。むしろ新しくてね、まあ、見ちゃったよね。いや、捜査官もそれやりましょうよ。逆に面白い。逆にね。はるばるね。じゃあもう、ちょっとあの、頭皮だけ写すとか。なんで？いやいやいや、チャームポイントなんで、一応。ね、これ山口県の子ね。いつぐらいに納車してます？ぜひ東京に来てください。3月ぐらいですか、はい、タイヤ最近ですか。山口行ったらいいじゃないですか。遠いわ。僕も行きますよ。それ遠いぞ。なぜなら、カープの2軍の球場があるんですね。知らん、有球場。知らないぞ。すいません、失礼します。こんな感じで、はい、ちょっと余談が多かったけど。いや、だいぶね、うん、はい、でもそれぐらい、うん、ちょっと YouTube とかネットザッピングしたくなるぐらいの、うん、あの、そうね、いろいろ試しがある。大きさというか、うん、まあ、綺麗さというか、うん、はい。で、まあ、音も車の中で聞けるし。まあ、単純に本当にこれタブレットが、ここについただけ。そういうことですよね。そうですよね。そういうことですよね。うん、誰に聞いてんすか、まあ、多分もっと、もっと、多分俺がやってるのなんて、はい、氷山の一角どころか。そうですね。多分視聴者の方の方が詳しいと思いますけど。そう、氷山の一角どころか、氷山にたどり着いてもいないぐらいのレベルなので。
なので、まあ、つけるところさえ、うん、まあ、バッチリできれば。あのジムにあつけるとかっこいいですよって言うと、ここだけ。うん。そうそうそう。ね、それは、ありますね、うん。で、こんだけ頑丈についてるから、はい、オフロード行っても多分大丈夫だし、はい、で角度も全然調整できるし。はい。ボタンの邪魔にもならないし。かといって、ここがちょうど本当に面ぐらい。ここ面ぐらい。あのね、後ろからも全然液晶見えます。うん、はい。むしろはっきり見える。邪魔じゃないでしょ。置いても。ここ面だし、はい、横も面だし。もともとの出っ張りと、はい、下はちょうどこのパネル、なんかテンションが上がるね。いや、いいですね、うん、いや、いいと思います。本当に説明書もう一回読んで、はい、ちょっとこれをね、はい、駆使していきたいなと、はい、うまく、ありがとうございます、立っていきたいなと、はい、思いつつ、はい、うん、あ、これで終わりですか、今日以上で、はい、そうね、こんな後ろから、はい、いいよ、はい、以上で、はい、操作を終了する、はい、ちょっとなんかじゃあ移しとくか。まるであるだな。あんたなわけで終わりましょう。敵は腹のようだな。はい、じゃあ以上で捜査を終了する。本当に。じゃあ、あんたなわけでお別れしよう。敵は腹だ。今行ったんだろ。倍返しだ。これをお楽しみください。いや、この終わり方ある。すごいですね。